はい、こんにちは。札幌占い美容室早間橋の後藤です。パーマの二液なんですけれども、結構一液で残留しててなかなかパーマの一液って取れないんですね。で、それをしっかり中和する方法ってこう上からかけてもやっぱり中まで浸透しなかったりするんで、うちは今シャンプー台でやる場合もあるんですけど、今シャンプー台が空いてないので席でやる場合は2液はケチらないでたっぷり使った方がいいです。で、1液の量が、1だとしたら2液は2から5倍ぐらいつけちゃっていいんじゃないかなと思ってるんで、これ1本使ったりとかします。で、ブロム酸ですね、これ加水で結構使うんですけど、こういう風にここ自体にもう、今デジコアパーマをかけたんですけど、もうこれが最強だと思うんですよね。で、こういう風につけちゃうと、ちょっと薬代はかかると思うんですけど、このぐらいに剤をつけてあげることによって毛髪内部の一剤の除去にもなるし、二液の浸透が間違いなくするんで、こういう感じにしていった方が間違いないです。あとでパーマのダレだったりとかそういうのも防げるんで、なんで僕はこの後シャンプーとかもしちゃうんですけど、これで二液の浸透しっかりしていきますね。二度漬けとかするよりも断然この方が間違いないので、でスポイトとかあればここに溜まったやつをまた上からかけて繰り返してループさせてもいいと思いますし、こういう感じですね。はい、結構その中間処理とかそういうので二剤を妨げてしまう場合もあるんで、これぐらいつけちゃった方がいいと思います。こんな感じですね。はい、これで溜めてます。モデルさんみたいな感じのラインになりますね。手荒れるんで、結構ケミカル系僕ダメなんですよね。なんかトリックってこういうのじゃないと出ない。上をちょっとして、セットは簡単です。